段でスタイリッシュな感じもあるし、アクションもふんだんにあるし、アジア全体で話題になった作品ですよね。赤平監督ですね。よう暴れまくってたよね二谷秀明がこれ悪役やったのかな。監督の中平浩さんがやっぱりいろんな意味で研究家っていうか探るのが好きで作りたがり屋だったんだろうね。カードがひらひらと凝って地べたにぴょっとこういってなんかやるみたいなことを撮ってみたり、妙に変なとこ変に凝ってたけど、やっぱり中平浩さんっていうのは一つ才能の違った人だね。俺この監督には狂った果実の俺と正彦でこう裕次郎の弟役というのをやるという話が出た時に、最後まで監督は小林明だと中平浩さんは言ってたってだそうです。俺は聞いてその監督から聞いた話だから、まあ、ありがとうございますって言ったけど、あとはその津川雅彦に関しては会社側がね、やっぱり親の名の光で沢村邦太郎さんのせがれということと長門博之なんかと一家の光があって、今日の命でもそうだったし、なんかとにかく俺の上にこうくっつけてくる日活が当時あって、俺と津川とどっちが使いがあってがいいか、使えるようになるかっていうのを試してた頃の頃の時期なんだろうね。だからそれが裕次郎の狂った果実の弟役ということで、まあ出た時に監督は俺だって言って使おうとした。ところが会社側が津川雅彦だっつって津川を使う。でも俺にしてみるとそれでありがたかった。あの津川雅彦のひょーんとした貴公子みたいな顔は俺にはないから、兄弟役はあそこまで出頭を回して叩き合う兄弟役っていうのは、俺がやってたらムードが変わっちゃってた。大泉明さんとかいろいろ変わったキャラクターがどんどん出てきて、大変なスターがいっぱい並んでるじゃない、うん、大泉坊さんだ、谷村だ、郷英治だ、野呂だとかさ、谷村だとか、うん、そういう個性的なね、うん、脇役っていうのがずいぶんいっぱいだね、うん、ちょっと性別わかんないよね、話してね。不良スリだかなんかのグループの子みたいなやつで、女の子だか男だからわかんないような演じ方だったんじゃないかな。横山道夫っていうのが良かったしね、うん、平田大三郎だな、天望純、鈴木康さん、広瀬美さんなんてのは女優さんいるのかな今でも。いい子だったよね、この子も。ただもうこんなことまた言うとこれいけないやつだよ。逆光が当たるとさ、はい、鼻の頭ここだけ1センチぐらい白く抜けてみる。あ、それは反対からね、日が当たると残ち方から見てると、あ、なんだ鼻の上に空間がある。